どうもこんにちは。こんにちは。ミスターです。親方です。森君です。僕です。はい、ということで今回幕張のレイローズプレイグラウンドさんに、やってきました。はい、ということでまあ許可もいただいてどんどん撮影していきたいと思うんですけど、なんかいろいろちょっと周りそれぞれの得意分野とかでどんどん対決していきたいと思います。じゃあ早速やってみますか。はい、はい、じゃあやってみましょう。我々野球ということで、まあ、レジェンドベースボール、バッティングですね。2チームに分かれて試合ができます。試合モード、打者としてまあホームラン、ピッチャーはできる、リアル野球盤みたいな感じでやれるってことですか。何がってあるの。キャプテンはメジャー。キャプテンメジャーでしょ。いや絶対俺の方がやってない。野球盤か。よくこういうゲームやってるじゃん。やってますね。得意でしょ。配球は得意かも。ああ、これ系のゲーム俺ほとんどやった。でもリアルで打つってなると。あれはあるよ。野球盤。こういうリアル。そういうことか。球目、ピッチャー全力投球の場面です。3球目、ピッチャー投げます。すごいな今の。嘘。勝負してくるのか。3球目ピッチャー投げます。どうすか。次のボールをミスター内野ゴロに仕留めます。なんでエラーしてんだよ。狙い通り行ったのに。おお、パーフェクトストライク。あ、今狙ったところに行ったってこと。さすが。すごい、めっちゃ正確。さすがミスター。これスピード関係あるんですか。すごい。わ、すごいね。こんな正確な。すごいすごい。すげえ。古いなしじゃん。いきなり。おお。球速も点数に対して。あ、おお。すげえ、倍以上ミスターすごい。さっきバッティングでは負けたんだろ。バッティングでは11対10。11対10の最後あと1本出たらサヨナラっていうところで、ツーアウト2、3塁のところでミスターが打てば逆転サヨナラ勝ちのところをすごい。でもまあピッチングでは巻き返した。まあまあ野球ゲームはこんな感じですね。はい、次行こう。次行きましょう。トラップ射撃。手前の発射台から離されるよ。ここからどっちがいい？それともこっちがいい？こっち難しい。あ、じゃあ簡単な方。さっきの感じでいくとあんまちょっと面白くないから、プロプロでいきましょう。結構な重量が。本当の重量。マジで量みたいな。プレイヤー1。楽しそう。わ、すごいすごい。全然当たってない。むずい。この人何者？この人経験まさかの。本当に量やってたよ。すごいな。おお、かっこいい。地元で猫ってる。いやー。出ない。もう一回あるか。また。まあ。今度こそよ。じゃあうまい。お、いい勝負です。サードクォーター。ああ、ミスったー。やった。あれ、これはいい勝負。あ、俺も乗ってるわけやん。ちょっと。お、レジェンドショット。なんでそれや。ありがたい。先に言えよ。初見殺しだね。急に3個出てくる。3個出てくるのね。パンね。1個当たった。当たり方のあれですね。あー、さすが量イノシシを。福島のイノシシは多分こっち。罠の方。面白いですね。面白い。一回やってみたかったんだよ前から。リアルフォートナイトじゃないですけど、なんか楽しいですね。はい。じゃあ次行ってみましょう。これめっちゃ疲れる。